王子、おはようございます。昨日はお忙しでしたが、お疲れじゃないっすか？うん。だって、あんなに多くの人からお祝いをもらったんだよ。だから、僕は頑張りたい。みんなのために何かしたいと思うんだ。すごいっす。ねえ、今ポポロプロイスで一番問題になっていることってなんだろう？国中だよね。そうそうそう、うん、そう思う。だから僕、国中についていろいろ調べたいんだ。なるほど、合点承知。このごめん、全力で協力をさせていただくっす。そういえば、城下町を出た少し先の丘の上に畑があるのをご存知っすか？最近あの近くで黒獣が出たらしいっすから、畑のご主人に話を聞くのはどうっすかね。うん、そうだね、何かわかるかもしれない。早速行ってみよう。畑へね。またゴメルが仲間になった。もうずっと仲間でいいんじゃないのねえ、ずっと仲間でよろしかでしょ。さて畑に向かいましょう。畑で黒獣が出たとのことだ。恐ろしいね。さて小さな畑へやってまいりました。おや、うん、黒獣の話を聞きに来たんだ。それは襲われて怪我したり、畑を荒らされちゃったりちゃったやつがいます。どえらいやつだ黒獣、許さへんよ。でもオイラはまだ本物を見たことはないですね。ここの調査は外れですかね。まあしばらく待っていれば運よく黒獣がここを襲うかもしれないですけど、都合の悪い話すんじゃねえ本当だよお前ねえ、縁起悪すぎんだろお前。でも王子、せっかく来たんですから、しばらくこの畑で黒獣を待ってみるってのはどうですか？本音を言うとさ、万が一襲われても王子様がいてくれりゃおいらも安心だ。なんだったら待つ間にここの野菜の収穫をやってみるかい？王子様。それでは王子様、ちょっくら作物の収穫を手伝ってもらえますかね。なに簡単です。作業の前に立て A ボタンでさっくり収穫できますよ。クエスト、収穫のお手伝いが出ましたね。うん、それじゃあお願いしますよとのことだ。え、もうこれ取るだけ？はい、取りました。衝撃人参。どんな人参だい、食いたかねえな。そんな人参あんの？これ全部回収すれば OK なんだよね。びっくりするわ。その衝撃人参っていう名前に衝撃だわ。おかしな名前、食いたかねえよ。食ったらなんかどえらいことが起きそうだね。衝撃的なことがね。よし、これでラスト。はい、全部回収ですね。これで話しかければ OK かな。おう、作物の方法を覚えたとのことだ。王子様、収穫を手伝っていただいてありがとうございます。では収穫したものはこちらに。うん、クエスト無事クリアだ。本当に助かりました、ありがとうございます。じゃあそろそろ帰りましょうか。結局黒獣は現れませんでしたが、いい経験できたっすね。もうお帰りですか？よければまた。あらら、なんかガサガサ言うとるよ。ん？な、何かが近づいてくるぞ。おお、来たね。なんだこいつ、これが黒獣？出てたー。こいつは王子様。これってなんすか？その辺の怪物は全然違うっす。なんていうか凶悪なオーラを感じるっす。極に。それが黒獣です。お、私にお任せください。誰だその声は。なんか飛んできたーい、弱えー一瞬だーい、めっちゃ弱い。おお、ピエトロ王子、マルメラじゃないか。マルメラさん、恐ろしい力を持った相手です。王子とてズタズタにされるかもしれません。もっと言い方ないのかよ、ズタズタって脅しかはい、ありがとうございます。でも丸村さんって強いんですね。さっきはびっくりしました。
いえ、私は黒獣の倒し方を知ってるだけですが、王子様、あれをご覧ください。おお、なんかブクブクしてるね。変わってる。これこそこの国に出る黒獣がガラリランドの黒獣と同じ種族だという証拠です。うわ、ドロドロ、めっちゃ下色だ。黒獣の本当の恐ろしさは、奴らが地を汚し、土木のエネルギーを奪うことなのです。この状態になってしまった地では植物は全く育たなくなります。もうこうしたことがポポイロクロス中に広がると、それはなんてことだ。それじゃあオイラたちは生きていけなくなるじゃねえか。はい、ポポイロクロスは今すぐにでも黒獣の対策に力を入れないと大変なことになります。私が、天人を使って、その地に来たもの、来たのもそのことをこう警告するためなのです。あれはガレリアンの伝わる秘術。黒獣を苦しめられてきた我が国に様々な対策を確立されているのです。マルメラさん、それなら僕に教えてください。僕はこの国の人たちが苦しむのを見てるわけにはいかないんだ。ピエトロ王子、そのお気持ちご立派ですわ。ただただなぜ。そうですわね。これ以上のお話はパウロ国王の前でいたしましょう。黒獣を目撃 なさったのなら、王子のお話も来て貴重な情報になりますわ。さあご一緒参りましょう。はい、国王の前で話すとのことだね。うむ、そうか、黒獣は人を襲うだけではなく土を怪我してしまうものだとは。はい、その通りです。このままうかつん、このまま放っておくのはあまりにも危険です。もしポポイロクロス中の畑が使えなくなったら大変なことじゃ。どうしたら。大臣、まあ落ち着け。黒獣に関してはやはり総力を挙げて対処するべきだな。問題はその対策だが、バロー国王、実はそのことについて私からもう一つ提案がございます。何なんだ。うむ、聞こう。私がこの国に参りましたのは、ポポイロクロイスのどなたかに黒獣対策の術を学んでいただくためです。我が国には黒獣を知り尽くした専門家がおります。そのもののもとで学んでいただければと考えております。なるほど、そうなればマルメラ殿のように黒獣を倒せるようになれるわけですな。確かに素晴らしい話ですな。そんな貴重なことを我が国に教えていただけるとは。うむ、その通りじゃ。マルメラ殿の提案は願ってもないこと、心より感謝する。では、うむ、その話ぜひお受けしたい。すぐに人選を始めようが、その前にピエトロ、お前は下がってよろしい。対策に関しては我々に任せるのじゃ。でもピエトロ、お前の民の思う心をわしはとても嬉しく思っておる。だがな、王位尊称のため、儀式を終えたお前には学ぶべきことがたくさんあるのだ。お前が王子としての自覚を持つまでは、うかつん旅立たせるわけにはいかぬ。ピエトロ、本日の視察はご苦労であった。疲れただろう。もう部屋で休むがよいぞ。なんだって、俺が覚えるっつってんだろ、バカ野郎、このじじい。はい、落ち込んでるね。ピエトロ王子、なんか来たよ。マルメラじゃないか。後ろ追いかけてきたね。マルメラさん。王子、本当はガラリランドにお行きになりたいのではありませんか。でも父は許してくれないと思います。どうか諦めないでください。黒獣対策で一番大切なのは民を思う心ですわ。民を救おうとする気持ち、そして情熱、それを最もお持ちになっているのはピエトロ王子だと思うのです。もし王子が志願なさるのでしたら、私が応援いたします。おえ、まだ会ったばっかりなの、どうして僕を。ふう、それは王子が秘めてるお力のせいですわ。そんな力あるのか。もう一度お尋ねします。ピエトロ王子はガリラランドに、いや、ガラリランドに行くおつもりがあります。いいえとは言えないよね、この流れで。はいだ、わかりました。では処刑、格権の間だっけな、ちょっと読みにくい、の間戻る間に戻りましょう。皆さん説得しなくてはね。エロい感じ、最後のねがね。
ね、がね。どうなんだろうな、結局行くことはできるのか。ふむ、砂防なのか。しかしもうお年だろう。戻ってきた、ピエトロ。どうした、どうした、マルメラ殿も。これボイス付きなのかボイス付きじゃないのかよくわかんないね。ボイスがあるとこもあれば、ないとこもないあるんだね。お願いがあります。僕をガラリランドに行かせてください。何ピエトロ、お前はわしの言葉は聞いていなかったのか。怒ってるね国王。でも僕は、国王陛下、私からもピエトロ王子の熱意を汲んでくださるようお願いいたします。マルメラ殿、国獣対策を学ぶのは簡単なことではございませんわ。ございません、熱意と素質が必要なのですわ。ピエトロ王子は民を思う強く優しい心をお持ちの上、賢く気高く誠申し分のないお方、褒めすぎでしょうに。私ピエトロ王子ならば必ずや最高の成果をあげれると思っています。うん、この地位が精魂込めてお育てしたのですからな、それは当然ですぞ。これこれ大臣、国王どうなんだい。うわ、分かった分かった。おー、よかったよかった。熱には負けたぞ。では明治よ、ピエトロよ、ガラリランドに行き国獣対策を学んでくるのだ。はい。では早速訪問先で恥をかかぬためのあれやこれや、あれやこれや、あれやこれやってなんだよ。礼儀作法、歴史の知識、そこから会話術、カレーの作り方、いやいやそれはいいだろう。最後最後だけ余計なんだよな。もうとにかく G の力の限りみっちりやらせていただきますぞ。さあおとなしくしなされ。どんだけやりてえんだよ。国王を裏切ったな。国王てめえ。この寺院の説明を受けないとダメとかいう時刻だろこれ。はあ、やっと解放された。めっちゃ答えてるじゃねえか。ピエトロ。お、王妃。あ、母さんがやってきたね。めっちゃいいこと言ってるわ。そうすればきっと強い気持ちが湧いてくるわ。どんなことも諦めない気持ちが。忘れないで、遠く離れていても私たちはあなたを思っているわ。うん、忘れないよお母さん。気をつけてね。いってらっしゃいピエトロ。いいお母さんじゃないか。こんなお母さんが欲しかったよ俺は。もうね、ああ親離れできない。ここにいらしたんですね。ガラリランドへの出発場所が決まったっす。平原の端っこにある南の高台っす。ちなみに俺、ガラリランドまで王子のお供をすることになったっす。ほう、大臣にお願いしたもんで。ありがとう。どうしたごめん急に。 いえ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 、そんくらいお安いご様子。何笑っとんねん。さて目的地へやってまいりました。
まあお話はね別にしなくてもいいでしょう。心でね通じ合ってるんで会話する必要性はまるでないと俺は思っている。カッコつけちゃいましたよ。さてしばらくポポイロクロイスとのお別れだね、この国とは。ああ一緒には行かないんだ、ガラリランドへね。マルメラはあちらに到着なされば私の家族が出迎えてくれるはずですわ。私の妹のパルメラと、そして弟のデューです。どうか仲良くしてください。仲良くイチャイチャしたいと思いますよ。よろしく。デューは王子と同じ年頃、きっと気が合います。はい。美しき黒よ、闇より来たる音よ、汝の大いなる闇の力を開きたまえ。わあ、闇の力、なんじゃと。確かにおかしいよね。これは何なんだ。これわお。ナルシア、ピエトロ、これははめられたってやつか。そういうことだよね。ふふ、マルメラやはりこいつ怪しいやつだったんだ。なんかその雰囲気漂ってたんだけどね、ずっと。少しのアクシデントもございましたが、ピエトロ王子は無事旅立たれましたわ。ナルシアが泣いている。どういうことなんだこれ。マルメラ殿、ピエトロは本当にガラリランドに行ったのかね。ええ、それは保証いたします。王子はすでにガラリランドへ移動して転移しておりますわ。しかし胸騒ぎがするのじゃ。マルメラ殿、おかしいよね、なんか雰囲気が。ふふふふふ、私謝罪せねばなりませんわ。皆様に隠し事をしておりましたの。なんだって。私は確かにガラリランドからやってまいりましたが、外交官ではございません。はい、どういうこと。闇のグリフォトの使徒。 What? それが私の本当の姿です。あかんでしょ。私としたことが。陛下、そやつから離れてください。サボー殿。闇のグリフォト、あらゆる生命を喰らい尽くす邪悪な存在。どえらいやつだ。そやつは闇の手先。そういうこと。サボー殿、なんて口の悪い。でも気づくの遅かったです。それではマルメラ殿、王子は、王子は。そんな心配ももう必要ありませんわ。ほら、美しい闇がやってまいりましたわ。どこが美しいんだ。で、王子はどこに行ったのよ、ピエトロは。お?ふーん。君がピエトロかい?なんか来たんですけど、急に声かけられたんですけど。あなたは誰?誰だ、こいつは。謎の少年。なんだ、返事くらいしろよ。君がピエトロなんだろ?いきなり切れんなよ、お前。カルシウム不足か?はぁ、ちょっとがっかりしたよ。弱そうだし、チビでさ。チビだしさ、お前もだろ。チビがチビをバトルんじゃねえや。君は誰？ここは。僕はデュー。デュー、あ、さっき言ってましたね。闇のプリンスさ。もっともマルメラに騙されてこの世界に来た間抜けな王子様と一緒にしてほしくないけどね。騙された？ねえ、ここは本当にガラリランドなの？
そうさ、ここがガラリランドさ。マルメラが言っていなかったかい？ねえ、マルメラ、説明してやってよ。説明かも、わからない。バルメラ、来たよ。はい、お待たせ。なんでこんなエロい感じなの？はじめまして。世界中の向こうの世界からようこそ。天維人の乗り心地はどうだったかしら？ごめんね、マルメラ姉さんがあんたは邪魔者だって言うからこっちに送ってもらったの。なんだって？グリコト様がポポロクロイスに移る計画はね、慎重に進めたいんですって。え？グリフォトって闇のグリフォトってこと？それじゃあポポロクロイスは？はいはい、説明はここまで。さーて、ここから先は実験タイム。何始まんの？ NO! 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 なんか出てきたんですけど。それではとびきりの黒獣作りましょう。え、黒獣？なあ、この間捕まえたおじさんか。結構いい体つきしてるし、まあまあいけるんじゃない？どういうこと？黒獣を作るって？What？ 黒獣ってこの人間から作られてんの？一丁上がりじゃねえよ。強い黒獣ってね、なんといっても人間から作っちゃうのが一番。衝撃的展開。そしてこれをポポロクロイスのとこに送りつけるというわけ。次はピエトロの黒獣化実験よ。始まり始まり。え、いきなり主人公が黒獣になっちゃうの？マジっすか？くくく、あはは、すごく笑ってる。壺に入ったんだろうね。ねえねえ、君、背中がガラ空きだよ。背中がガラ空きは、え？あ、ゴメルじゃないか。王子、動かないでください。動かないでじゃないよ、ゴメル。これはどういうこと？またまた衝撃的展開。衝撃人参だね。ゴメルさん、てめえ裏切ったってことか。僕らのスパイ。知ってた？知らなかっただろう。これもピエトロの心ズタズタだろう。何に裏切られればいいんだよ。まずいぞ。この2匹の闇に生まれる黒獣化の呪いはとっても強力なの。それ黒獣になっちゃえ。ピエトロー。お、謎の光が。バルメラ、変じゃない？なんだろう、デコから出てるあの光は。何あれ何あれ、せっかくの呪いを吸い取ってるわ。そんなのありえない。おう、あら、悔しい。もう一度やるわよ。バルメラ様、焦らなくても黒獣化ならいつだってできますよ。まあ、それもそうね。それに気絶してちゃ面白くないしね。あはははは。ゴメル、そいつは牢に放り込んどいてよ。そうそう、武器は危ないからついでに取り上げちゃってね。いやいや、ほんと急展開が続くね。竜王の剣、バルメラ取られたよ。牧場物語要素はどこにあるんだこれ。あれ、おかしいな。ゲームのタイトル名通りのゲームができてないような気がするね。ゴメルの声。王子、大丈夫すかじゃねえよ。この裏切り者が許さんぞ。後から事情があったと言っても俺は絶対に許さないからね。ゴメルさん、どうして？俺、卑怯者なんですよ。自分の町を守ることと引き換えにあいつらの両親を撃った半端者なんです。
マルメラたちの手下になってあちこちで人を騙したり黒字をばらまいたりしてたっす。うわ、クズそのもの。俺悪いやつなんですよ。でもポポルクロイスで暮らしてる間はちょっとだけそれを忘れてたんです。王子と過ごせて本当に楽しかった。なのにすみません、謝って済む問題じゃないでしょう。警察いらんよ、そうなったら。すみません。すみませんで済めば警察はいらないっつってんだよ。いや俺はもう絶対に許さないからね。ギッタギタのめちゃめちゃのクッソクソのブリブリにしてやる。覚えとけゴメルさん。僕は知ってるよ、ゴメルさんがいい人だって。動けるようになったらここから逃げなきゃ。旅の記録をつけますか。 OK。 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。まだ今回まだ第1話ですよね。プレイ中でございますが、衝撃的展開の連続、そしてまだ牧場物語展開が一度も出てきてないんですけどね、どうなんでしょうか。衝撃人参取っただけですね。次回の実況はまたこの続きから始めていきたいと思いますので、次回またお楽しみに。じゃあグッバイ、また会いましょう。